地域散歩スタートします。じゃあくっつける花が出た。出ないけどまだ。ここがよく撮影をするとこです。なんかここに入って勝手に入ってこうやって撮影させられることがよくある。こんなとこにも朝顔って咲くんですね。あ、さっき撮ったバラ、映ってる。うん。うん。かわいい。めっちゃかわいいね、このワンちゃん。おしゃれ。いい写真、うん、おしゃれカップルです。ここのこれ20歳ぐらいの20歳手前の人はここで振り袖を揃えるといいですよ。これの前の年のモデルをやってたのでおすすめです。じゃあおしゃれスナップしよう。知り合いに会いました。元気ですか？元気です。いや元気かい？元気よ。そしたら頑張って。うん、頑張る。ヤギちゃんも頑張って。頑張るわバイバイ。バイバイ。か靴下デザイナーポエムバイラビットっていう靴下を作ってる人でした。みんな原宿歩いてるな。なんかパワースポット感ありましたね。なんか頭ができたっぽいですよね。モデルさん今からヘアチェックに。怖いですか？ほら、スタンプ原宿に着きました。次ヤギが撮るんでしょ。うん、かわいいね。じゃあ一緒にも乾杯。どこに見ればいいかわからないよね。まずスチール。はい、スチールです。はい、電車です。はい、動画です。はい、動画です。 YouTube です。ありがとうございます。じゃあね。よく来るんです、ここ。この後ろ姿を撮りたい。うっすら出てきたけど、めっちゃいい感じです。まさに撮りたかった絵です。完璧。
クレープを一回食べてみたいけど食べたことがまだない。こんにちは、水戸夏目です。7月23日に私の初めてのセルフプロデュース本夏目さんが発売されます。イエーイ。こちら、はい、ファッション、ビューティー、プライベート、今までの私と今の私がたくさん詰まっています。こだわったところは自分のイラストとか文字をいっぱい書いて載せていたり、ずっと撮ってほしいと思ってたカメラマンの川島小鳥さんにグラビアを撮っていただきました。夏目さんを読んでいただいたら、なんだろう、ちょっとプッてなったりとか面白かったり、楽しい気持ちになると思います。夏目さんをどうぞよろしくお願いします。そして夏目さん発売記念イベントも開催されます。詳しい日程はこちらに出ています。チェックしてください。こちらにも参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして、はい、メルなんですけど、私の夏目さんの裏側だったりできるまでのことがたくさん書いてあるので、こちらもぜひ読んでください。私が水口です。同じ服着てます。ってな感じで、はい、以上水戸夏目でした。